Amazon プライムデーセールからのお届け物。よいしょ。Amazon のね、この間のプライムデーセール祭りでいろいろプライムデーセールでいろいろ注文したんですけど、その中の一つ、そして結構楽しみにしているものが届きました。ということで、今日は皆さんとこれを開封していきたいと思います。取扱説明書かな。今回購入したものは、これなんていうんだろう、空車高圧洗浄機になります。初めて買ったものになるんですけど、なんかアタッチメントみたいなのですかね。これが高圧ホースかな。これもまた違うホース、なんかこういうね、液剤を入れるなんかタンクだと思うんですけど、はい、これハンドルかな、アタッチメントですかね。で、これがハンドルですかね。なんかまた別のアタッチメントみたいな。よいしょ。これで以上になりますね。意外とね、なんか思ったより軽いっていう印象ですね。今回ね、このブランドにしたのはセールになってたっていうのもあるんですけど、こういうね、高圧洗浄機でなんか有名なブランドといったら、ケルヒアっていうね、なんかブランドが結構有名らしいんですけど、それ実はね、お母さんが持ってて、今は持ってないんですけど、結構ね、やっぱり壊れるのが早かったんですよ。で、レビューとか見てもね、壊れるのが早いっていうか、また壊れたので買い足し、2年に1回とか1年半ぐらいでね、早い人では半年ぐらいでね、壊れたっていう方もいたので、これのね、値段の倍ぐらい、約2倍ぐらいするので、それだったら、まあ、今お得に買えるし、お試しっていう感じでちょっとこれ買ってみようかなと。でもすごい評判いいんですよ。ケルヒャよりもパワーが大きいと言ってる方もいらっしゃるので、ちょっと試してみようと思って今購入してみました。ここにオンオフつまみがあって、取扱説明書読まないんで、ちょっとパーツの名前を知るために一応見てみます。まずはこのトリガーガンっていうらしいです。ここをね、押して、ここから水が噴射されるという仕組みになっているみたいです。で、ここにつけるね、ハンドル、これですね。これちょっとつけとこうかな。スライドするだけですね。こうですね。これはなんか見なくても分かる形状になってますね。はい、これがハンドル。ケーブルホルダー、はい、ケーブルホルダーというものらしいです。これもね、なんか多分ここなんですけど、はい、これでいいみたいですね。はい、はまりました。ここにね、ネジ穴がついてますね。だからか、なんかね、ネジが入ってるんですよ。ちょっとささっと止めます。ちなみにね、ネジを止める工具はついてないので、ドライバーが必要になってきますね。どのネジかっていう記載はないんですけど、一応とりあえずネジが8本入ってて、そのうちのね、2本だけ長さがなんか違う感じになってるんですけど、まあ、ここ穴が4本あるので、4本この同じ長さのものをちょっとピックアップして止めてみようと思います。多分それで合ってるとは思うんですけど、とりあえずドライバーだけね、必要っていうことになっております。はい、そしたらね、なんかこの部品、本当はね、これ一番に取り付けるやつなんですけど、多分純不動で大丈夫だと思うんですけど、これをこの横にあるここのスライドするところにね、こうやってはめます。押し付けます。なんでこれで合ってると思うんですけど、結構固め。取り付け完了しました。ハンドルさっきスライドさせたところ、ここにもね、ネジ穴があるので、そこもネジを入れるみたいです。このね、ネジ穴がね、細いんで、こういうのではちょっと無理ですね。ちょっと細いの取ってきます。これも、わあ、厳しい。穴に入るものがないんで、もうこのドライバーの先っちょだけ長いやつ持ってたんで、これでちょっとやってみます。これちょっとね、工具持ってないとできないですね。 OK、 掴むところないんでペンチで締めてます。 OK。 で、あとはですね、ケーブルホルダーっていうのをね、取り付けます。はい、こういう感じで穴が開いてるので、こう、はい、こういう感じで、で、きっとね、この長いネジだと思ってます。これを普通にこれでいけそうなんで、これね、使うネジのね、なんか長いネジですとか短いネジですとかっていう表記がないんで、それがあるとね、こういうのちょっと苦手な人には分かりやすいかもしれません。で、その後に高圧ホースの取り付けということで、今できないなと思ってずっとやってたんですけど、説明書には、11番、ここが11って書いてるんですね。11番が高圧ホース接続口ってなってるんですよ。で、これが高圧ホースだから、これを取り付けるような感じで説明書には書かれてるんですけど、実際ここの前のところ、
ここになんか取り付ける感じだと思います。Amazon の、ね、サイトで見てもここからホースがこのホースが明らかに出てるんで、でもここはね給水口ってなってるんですけど、ちょっとここに取り付けてみます。マウントがね合わないんで、ここで合えば、うん、閉まってますね。はい、きっとこれが正解。 OK、 閉まらなくなったからこれで多分いい。今度はねガンの取り付けなんですけど、トリガーにバリオプレスランスエクステンションみたいなやつですね、これをくっつけると、まあ、見た目からしてこうはめると思うんですけど OK かな。こういう感じでね、ねじるとここに四角い長方形のなんか引っかかりみたいなのが現れるので、ここが出るまでしっかりひねると。で次に2つアタッチメントに頭入ってますけど、このノズルをね挿入、この頭にここですね、はい、ここにくっつけると、トリガーガンに高圧ホースを刺す、ここですかね、ここに刺すとこうか、押すと緩む仕組みになってて、こういう感じで手を離すっていう感じですかね。これね、ただしきつく締めすぎないようにしてください。きつくすることってできるの？できないですよね。だってこれなんか自動的になんかスイッチみたいになってますもんね。私のコントロールで強くなるような気はしてませんけど。で給水システムね、ここにこれフィルターですね、フィルターをつけて、やっとね給水ホース、これがねきっと水道のあの蛇口につけるマウント でこっちね、はい、その反対側をここにきっと、はい、つけると、あとはこちらをつなげばできると。 OK、 セット完了。これねしまう場所がちゃんとあって、これをさっきの横に取り付けたね、ここにこうやってしまえるらしいです。ここに置いて、でこの高圧ホースね、高圧ホースを多分ここ、はい、ここにねしまえるようになってますね。操作をねする前に安全ロックが隠されていて、こういう感じで開くとここでねロックがかかるようになってます。これでねトリガーが誤作動で握れないようになってます。ロック解除をした後に一回トリガーのスイッチを押すと、で本体とホースの中に溜まった空気を抜くらしいですね。でスイッチをオンにして洗浄スタートということらしいです。ちなみに、今ね付属されて使ってないものといったらこれだけなんですけど、これもねあのノズルで、まあ、アタッチメントなんですけど、こっちがサイクロンジェットノズルというものらしいです。またねあの水の出方が違うらしいです、はい、これも使ってみたいと思います。では早速使ってみましょう。回すことによって水量が、水量というか平たくなったりとかしてますね。これがジェット、回すと平たくなる。一応結構綺麗になりました。もっとね綺麗にやろうと思ったらできると思うんですけど、とりあえず今こんな感じ、ベランダはこんな感じで、外の外壁はさっきみたいな感じでかなり落ちました。よいしょ。 OK、
結構ね遊んでみましたちょっとねやるはずがやっぱりねいろんなところがちょっと目についちゃって、はい、やってるうちに、結構遊んでましたね。30分以上はやってたと思うんですけど、感想としては私初めてのね高圧洗浄機使ってみたんですけど気持ちいいですね。パワーはね他のものとちょっと比べられないので何がどうっていうのは分かんないんですけど、まあ、実感として宣伝とかでね高圧洗浄機こんなに落ちますみたいなあの CM でやってるようなことはできてたんで、はい、大満足ですね、はい。で今回ね Amazon のプライムデーセールで買ったんで1万1000円ぐらいかなで、買えたんですけど、ケルヒャーとかになるとね2万5000円とか、2万6000円とかそのぐらいだったと思います。まあ、今のね値段がちょっとどうなってるか分かんないですけど、ちなみに私がケルヒャーで見てたのは K3 サイレントっていうモデルになります。スペックねいろいろあると思うんですけど、自分なりに、ね、ちょっと比較してみて、これがねその K3 サイレントと多分そんなに変わらなかったっていうか、圧力自体とかねそういうのがすごい良かったので、買ってみました。最大塗光圧っていうんですか、この出す力っていうのが 12MPA MPA が何の略か分かんないですけど 12MPA という値で大体書かれています。私が見てた中で10と12はね結構あの威力が強かったっていう印象があるんですけど、で最大突出水量、これもねなんかすごい重要みたいで、1分間にどれだけ水を出すかっていうやつらしいんですけど、でもこれが少なかったら洗浄能力が落ちるとか、そういう話をねしている方がいました。でこれがね 6.5 リットルになっています。であの消費電力がね1500ワット、まあ、防水性もね IPX5 で、東西日本兼用ということで、これも嬉しいなと思いましたね。ケルヒャーのやつはね分かれてたんですよ。で私は沖縄に住んでるので西日本ということで、西日本バージョンがねちょっと高かったんですよね、あの東日本のバージョンよりも。これは兼用なので、まあ、万が一ねあの引っ越してこれを持っていくようなことがあったら東日本に、まあ、そこでも使えるよということなので、引っ越しとか考えている方でもね将来的にそんなに心配がないんじゃないかと思います。耐久性なんかはねちょっとこれから使ってみないとわからないところがありますので、まあ使っていく中でねなんかあればお知らせしたいと思います。でちなみにねその他ついてきたものの中にねこういうのがあったんですけど、はい、このなんかピンみたいな、これはねあのノズルの目詰まりをした時にこれでなんか取るっていうものらしいです。あとはねあのちっちゃい輪ゴムみたいなのがいくつか入ってて、あのパッキンだと思うんですけど、ホースのねつなぎ目のパッキンを交換用でいくつか入ってましたね。今回のお買い物はとりあえずは大満足ということで、外壁の壁もめちゃめちゃ綺麗になってベランダもかなり綺麗になっているので、もっとねあの隅々までやろうと思ったらできるんですけど、それはまたちょっと今後やって自己満足したいなと思います。今度ねあのお風呂場のねカビ、その掃除にもね使ってみたいのと、あとねこのフォームのなんかボトルがあるんですけど、まあ、この中に洗剤を入れて車を洗ったりだとか、一気にね 泡がねバーって出てくるので、まあ、手でねこうシャ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 ってやるよりはかなり効率的に、まあ、洗車なんかできたりとか、お風呂場のね洗剤を使ってる方もいらっしゃいましたね。これでバーってお風呂中にカビキラーみたいなやつを巻いて、で待って高圧洗浄機でねバーっとカビを吹き飛ばすみたいな、はい、ことをやってる方もいらっしゃいました。まあ、そういうのもね今後ちょっと挑戦して、お掃除が楽にできるようになればなと思います。今回はねちょっと新しく導入してみた高圧洗浄機をね紹介してみました。この高圧洗浄機に、ね、興味ある方は下の概要欄にリンクを貼っているのでよかったらチェックしてみてください。これからまた Amazon プライムデーの、まあ、商品がね届いてくると思うのでまた紹介したいと思います。動画良かったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で皆さんまた次の動画でお会いしましょう。